こんにちは、こんばんは、葵です。戸川乱子ミステリーシリーズマリンエクスプレス殺人事件4回目始めます。さて、前回ね、とうとう殺人事件が起きまして、今回はね、いよいよ乱子の捜査が始まる、というところでしょうかね。先生の部屋に着いた。電車のスタッフが死体を持って行ったけど、この場所を再び見るのは辛い。本当に入るの？そうするしかない。犯人を見つけるための鍵が中で見つけられるはずだ。勇気を出そう。でももし、見つかったら？たく、ビビってる場合か。もし何かあったら私が責任を取るよ。あら。私も実際ちょっと不安だ。いや、怖がってる場合じゃない。真実を暴くんだ。行こう、せーの。あらあら、一体何かしら。わ、背後に何これ。どうも、小ネズミちゃん？こっそり入ろうとしたの？誰だ？油断してたところ、いきなり、ハグしてきたぞ。あ、ハグしてんの？香水が強くて、意識が飛びそうだ。あ、そんなきっつい。でも、あの鋭い視線は、もし気を失ったりしたら、危険だと言っている。見えるの？見えるの？視線。もう、怖かった。あなた、乱子のお友達？何言ってんだ。あの捕食者の目つきを見てないのか？お友達？あら、まあ。でもその子が友達になりたいなら仲良くしてもいいけど。あんまり若い子はタイプじゃないんだけど、今回は特別でもいいかもしれないわ。Help me. 私たちを見たことは誰にも言わないで。怒られたくないもの。やれやれ。今日はシェパード先生の部屋に来客が止まらないわね。どういう意味だ？ランチの後、休もうと思って客室に戻ったら女の子が入るのを見てね。女の子？目撃したってこと？それでその後死体が見つかって、この場所が人でいっぱいになっちゃって、大騒ぎだわ。待て、先生が殺される前の最後の目撃者だってことか？そうかもしれないわね。素晴らしい手がかりじゃない。何を見たかぜひ教えてちょうだい。あなたたちの名前も知らないの？どうして言わなきゃいけないの？確かに。ごめんなさい。私はランコ。こちらが友人のアストリッドだ。で、誰？確か、なかったよね、ここに。こんにちは。クリスティーン。クリスティーンっていたっけ？ちょっと待って。現れたんだね、新しく。18歳。大人びてるね。フランス。聖ヨアキムの3年生。噂によると彼女は学園の生徒の中では不適合な道を歩んでいるらしい。なるほど。不適合ってどういうことだろう。よろしい。私はクリスティーンよ。よろしくね。なんか髪の毛の色といい、なんかメイクといい。18歳にしてはなんか色っぺいですね。なんかもう熟女前としている。お、ちょっと待って。マリネット来たね。ああ、シェパード死んだのきっつ。そのことで頭いっぱいだわ。誰かポジティブなニュースはないの？忘れさせてくれるようなやつ。あるかも。教えて教えて。今日は、デイドリーマーさん？私の誕生日。イエーイ、誕生日おめでとう。気分変わったね。楽しんでね。おめでとう。ありがとう、二人とも。どうして何も言わなかったの？ダイニング車両でパーティーしよう。行こう。気をそらさせるために今行ったの。でも実は祝いたくないんだ。で、なんで？いいじゃん。爆発するまでケーキ食べて、一日だけみんながあなたのことをパーティーのスターみたいに扱ってくれるし。どうだろうね。経済を刺激するために勝手に人が作ったお祝い事な気がする。他のすべてのお祝い事と同じ。でも、グリーティングカードの業界はどうなるの？かわいそうな従業員だって食べていかないと。わかってるけど、変なやつ。わかったよ。パーティーもなし、プレゼントもなしね。ん？誰がプレゼントがなしって言った？あ、プレゼントは欲しいんだね。なるほど。
その女の子についてわかること全部教えてほしい。いいわよ。うん、もしあなたの耳をちょっとしゃぶらせてくれた。どういうこの人性癖がなんかそんな感じ？耳タブが好きな。いや結構です。あ残念だわ。でもあんまり助けにはなれないわよ。でも耳タブしゃぶらせてあげたら、うん、いいこと言ってくれるわけ。その娘は廊下のずっと奥にいたからあんまり注目してなかったの。多分1年生だと思うわ。でシェパードの部屋に入ったわ。その娘を迎える彼の声を聞いたもの。1年生か。気になるのね。これは何のためなの？先生の殺人事件について調べてるの。誰がこんなひどいことをしたのか知りたくて。なるほど。じゃあ探偵ネズミちゃんね。じゃあ調査の続きは邪魔しないわ。でももし先輩からのアドバイスを聞く気があるなら、過ぎたことはあんまり悲しんでもしょうがないわ。地上に戻ったら警察が解決してくれるし、この旅の残りを楽しんだ方がいいわ。シェパード先生の死はどうでもいいのか。殺人鬼に責任を取らせたいと思わないのか。しかも、うん、殺人鬼のさばってるからね、そこら辺カッポしてるわけだからね。ぶっちゃけね、そこまで思わないわ。言った通り私たちの仕事じゃないのよ。そうか。その魔性の女の振る舞いの裏で実はいい人かと思ったけど、ただの冷酷なお人形といったところか。うん、なんかこの動画見てくださってる方はちょっと分かってるかもしれないけど、この日本語訳ちょっと若干ニュアンスがねいまいちなんだよね。だからもしかしたらちょっと読んでってちょっと自分風にアレンジして読むかもしれませんね。はい。私たちの考えが道徳的に正しいかどうか、そんな些細なことに時間を使ってしまって悪かった。ちょっといい？たった5分の会話で勝手に決めつけないでほしいわ。お、目が。会ったばかりなのにすぐ偉そうにするのね。頭でっかちになって他人の選択を非難するのはもっとよく知ってからにした方がいいわ。特に善意で助言してくれてる人に対してはね。彼女の目がとても鋭い視線で、かすかに光っていて、私の体は返事することを拒否した。言い回しがちょっとね。私は無気力になってしまった。ごめんなさい。言い過ぎたかもしれない。いいのよ。気にしないで。感情の強い人は好きよ。気が強いってことかな。強い性格の人はその人を美味しくさせるのよ。だから耳たぶ、うん、しゃぶりたいって言ったの？美味しくさせる。そうそう。人間にとって大事なポイントなわけない。自分でセルフツッコミ今の。さて時間だわ。いい子にして問題を起こさないでよ。待ってくれクリスティーン。ん？気になって仕方なくて。その女子が遠くにいたのは分かってたんだけど、身長が低めで髪が長かったか覚えてないか。あ、そうね、特徴ね。そうだったと思うわ。でもはっきりとはあんまり気にしなかったから。今の特徴は、つまり彼女のことを言ってるわけだね。クラスメイトのところに戻るわ。アデュー。ランコ、今言ったのって、もしかして、あの子の？うん。アイリンを疑いたくはないけど、事実はそっち側を向いてる。いろいろ考慮しても、あの子に直接聞くのが一番だろう。彼女がやったと思うからではなく、疑いを晴らすためにだよ。アイリーンは友達だ。私たちは誠実な態度で心配事はちゃんと伝えないと。もし全く関係なかったら、あの子がもし責められた時に助けてあげられる。でももし私たちを騙してたらどうするの？その場合は真実が明らかになって、あの子は罪を償うよ。たとえ友達でも殺人をかばうわけにはいかない。行動には結果が伴う、でしょ？わかってる。でもそうなったら本当に悲しいわ。そうならないように祈ろう。これは尋問ということになるんだろうけど、なかなか言いづらくはあるよね。会うのが億劫だ。これが必要だと理解してくれればいいけど。準備はいい？お、その前にマリネットが来てる。クラリスだ。あ、そしてランコも。ねえねえ、あなた何もスポーツしないって本当？
そうなんだよね。ごめん、ショック受けるかもしれないが、みんながみんなスポーツバカじゃないんだ。ちょっと待って、それクラリスにお前スポーツバカだろって言ってるようなもんだぞ。わかってる。でも学校で体育があるでしょ？好きな種目はないの？日本の小学校では剣道はやったけど、あ、道理で面倒小手って言っとったもんね。いいじゃない。じゃああなたもスポーツウーマンね。いや、全然。先生は私たち全員を新しい小林節子にしようと高い志を持ってたけど、私には他の目標があったから。小林節子さんっていうのは確かね、剣道の達人だよね。確か。身体で労力を使わないようにすることとかね。ああ、がっかりさせて悪い。とにかく、実はちょっとあなたに運動する気にさせられるかなと思ってメッセージしたの。え、どうやって私の番号を？あ、アストリッドが前にくれたのよ。ああ、あのおせっかいめ。何か役に立つことを思いついたら連絡できるようにって言ってたわ。でもね、どうせグループチャットから見つけられるわ。あの天然は人の番号を広める権利はないんだぞ。あ、アストリッド出た。ちょっと私の悪口やめてよ。え？どうやって入った？私がこのグループ作ったのよ。このグループチャット。ほんと二人はお騒がせチームだな。お騒がせになっちゃった。この旅はそう簡単に終わってくれないな。なるほど。よし、では準備はできた。ちょっと待って、入る前に少し落ち着かないと。話しに行くだけだ。心臓を開く手術じゃない。わかってるけど。じゃあほら、ノックして、なんかプンプンしてる。不安な時は偉そうだな。今行きまーす。あら、二人とも、どうしたの？少し話があって、ちょっといい？うん、もちろん、どうぞ。レナは同部屋だね。こんにちは。こんにちは。めっちゃ気取ってるじゃん。大丈夫？ささやき声。何震えてんだよ、アホ。だって、この子は助手に向いてないんじゃないか？大丈夫？顔色が悪いよ。いやいや、なんでもないわ。平気平気。気取りまくってる。あ、でも、アストリッドって確か、洞察力があって鋭いとか書いてあったよね。だとしたら案外ワトソン役には向いてるのかな？どうだろう。ちょっと聞きたいんだが、レナがいた方がいいかもな。私？何の話？シェパード先生のこと聞いただろ？なんてひどいこと。よかったら先生とどんな関係だったか教えてもらえないかな。ズバッと聞いた方がいいよ。あ、それだけ？噂が流行ってるのは知ってるし、最近先生に会ってたのは認めるよ。だからそうなるのも不思議じゃないと思う。ああ、一応、いろいろ疑われてたっていうのは知ってるんだね。でも私たちの間には何もなかったよ。だって先生だし、生徒と関係を持つなんて、特にこんな年の差はダメだと思う。ああ、シェパード先生は36歳だったよね。で、アイリーンは16歳か。だから、下手したら親子ほど差がありますよね。よく会ってた理由はクラスの仕事を手伝うのを任されてたからだよ。体育科の個別指導と先生の仕事で全然時間がなかったみたいで、だから私が時間がある時に頼まれてたんだ。シェパード先生忙しいからね。特に難しいことなくて、参加者をチェックしたり設備を管理したり、それだけ。じゃあランチで約束してた先生が一緒に食べなかったのは傷つかなかったのか？全然。先生にそんな義務はないよ。誰と食べようと先生の自由だから。もっと何か理由があったように感じたけどな。彼の席の方を見ていられなかったんじゃないか？どういう意味？単刀直入に言う。私がもし失礼な態度を取ったら君には怒る権利があるしな。私とアストリッドはシェパード先生を殺した犯人の手がかりを探してるんだ。みんな君が嫉妬に駆られて先生を殺したと思ってるみたいだ。正直、その考えに対抗できる証拠はまだ見つけられていない。今ある証拠に一番近いのがその推測とも言える。だから聞きに来たんだ。君が事件に巻き込まれないように。そんなこと私がするわけ。人を傷つけたりしないよ。そうだよ。アイリーンはそこにいなかった。わかってる。
君を信じたいからここに来たんだ。君を容疑者リストからチェックを外すためにも、ランチの後に何をしていたか教えてもらいたい。容疑者リストなんてあるの？比喩表現だよ。雰囲気ぶち壊したぞ。あ、脳内にリストがあるってことね。私、今の発言的にも信じづらいかもしれないけど、先生とね、この旅行中とその後クラスでやる活動について話すって約束をしたの。話し合いの時間まで余裕があったからシャワーを浴びてリラックスしてた。上がった時騒ぎの音を聞いて、それで事件のことを知ったの。レナはいたのか？いえ、3時のパネルのための席を確保するためにダイニングホールに戻ったから。アイリーンがシャワーに入った時にすぐに出たの。アリバイを立証できる人はいないってことか。そうなるのかな。たく余計に複雑になっただけじゃないか。でも大丈夫だ。君の言うことは信じる。どうすればいいのかしら。まあ、思い通りのシナリオじゃないな。今アイリーンの潔白を証明できるものはない。だけど幸運にも今あるこの子にとって不利な証拠は不十分な状態だ。だから責められても無意味だ。実際これは噂となんとなくの気持ちでしかないんだ。だから私たちとこの子は同じ立場だと思う。今はとにかくこの状況を変えられる手がかりを探すことだ。他の子たちに聞いて新しい情報を手に入れるってこと？いや、これ以上シェパード先生の動きについては何も得られないだろう。何？新たな事件が？今の結構近かったね。事件から24時間くらいは心臓発作を起こすようなことは起こらないでほしいんだが。化粧室の前に女子が集まってる。まさか。一体何があったんだ？怪我人はいるか？いや、ただ私の友達がゴミ箱の中から血まみれのナイフを見つけただけ。凶器ですか？もしかして。見せてくれ。あ、いいの？勝手に触っちゃって。あ、これは先生の傷の跡と一致してる。これが使われた凶器で間違いないだろう。特定しちゃった。なんてこと。ブラウン先生に知らせないと。どうすればいいか聞こう。また何かの騒ぎ？もう十分問題を抱えてるのに。お、デジャビュー。前にもこんな時間を過ごした気がする。マーブル先生。来た。またあなた、いっつもトラブルの中心にいるわね。いや、むしろ、首突っ込んでるからね、ランコは。いえ、私たちも一番避けたいと思ってることなんです。うまくいってないだけで。今度は何なの？女子がゴミ箱からナイフを見つけたんです。これはちょっと不自然な気がするけど、あ、たまたま見ちゃったってことかな？サイズと血痕から見て、シェパード先生を刺すために使ったものと考えられます。もう、フランク、あの間抜けは必要な時にいないんだから、これ八つ当たりじゃないの？とにかくここは私に任せなさい。あなたたちは余計なことに首を突っ込むのをやめて、ダイニングホールに戻りなさい。余計なお世話よ。でも、私たちは、知ったことじゃないわ。怒ってる。もう十分問題だらけなのよ。行こう。みんな大丈夫？何があったの？シェパード先生が殺された時のナイフを見つけたんだ。ゴミ箱に入っていたらしい。なんてこと。でも凶器を捨てるには妙な場所だ。目立たないように犯人は急いでここへ投げ入れたんだろう。犯行の時間に目撃者がいなかったか聞こう。ねえ、ランコ。全員がアイリーンを見てる。ああ、なるほど。この子の客室はちょうど隣。みんなが何を考えているのかわかる。これは確実に火に注ぐ油だ。よく考えたらもうすぐ夕食の時間だ。戻って席を探した方がいい。また後で。ちょっとアイリーンは大変ですね。